はい、今回ね、カルダノのアロンゾの更新がありまして、なんかそれについてね、メールをいただきましたので、全体返信させていただきます。メールをいただいた方、本当ありがとうございます。いつもお世話になります。長い付き合いになりましたね、本当にね。カルダノなんですけども、今回アロンゾの更新があってね、価格がどういう風になるのかなと思ったら、まあ、ほぼ動きなしと言ってもいいでしょう。まあ、一時期みたいに、300数十円とかね、このまま400円いくんじゃないかなみたいなところではないんですけども、ただ今ね、260円ぐらいですか、今日9月15日の時点で。私結構ね、250円ぐらいまでは、まあ、振れ幅あると思うんですよ。250円から350円の間で見ていかないといけないかなと思ってるんですよね。しかしですね、今回のアロンゾもありましたし、またステーキングの方もありますしね、カルダノエイダの利点ばかりが際立っていって、そして地道にですけども進んでいると。アロンゾもね、多くの方が待ち望んだスマコン実装ですよ。で、スマートコントラクトっていうのがイーサリアムによってね、分散型金融ディファイなどで、まあだんだん浸透してきたところに、カルダノエイダがこのタイミングでスマコンリリースということはね、すごくタイミングがいいなと思うんですよ。これから少しずつイーサをカルダノに移行させていく、そんな流れも出てくるんじゃないかなと思いますよね。そしてこれはね、まあ現実にあるんですけども、ビットコインを売却して、その代わりカルダノを購入する、要するにビットコインからカルダノに移行する流れが少しずつ起きてるようなんですよね。まあ、ちょっと裏付けの取りようが私もないんで、ここでお話はできないんですけども、まあでも全体的にそういう風になってるんじゃないかなと。おかげでカルダノがトップ3に入ったんだろうなっていうふうに思うんですよ。だからね、これからね、ますますカルダノの価格に期待する方は、カルダノがどのぐらいね、可能性があるのか、暗号通貨にその世界の中で地位を築いていくのかってことをまた知らせていくといいんじゃないかなと思いますね。で、いただいたメールに書いてますけども、大口のプレセル組が年金のようにちょっとずつ現金化してるのかもしれませんねとあります。これはね、本当そうだと思いますよ。年間でね、200万とか300万ずつぐらい現金化していくと、確か税金的になかなかいいんではないかなというところと、あとはそこそこ年齢がいった方はね、まあドカンと現金化して、でまあ税金もね、しっかり払うようになりますけども、まあでもその代わりものすごいまとまったお金になりますから、年金になるんじゃないかなと思いますよね。ただまあ、でもね、一気に全部下ろさないと困るって人はあんまりいないと思いますんで、ステーキングかけながら少しずつなんじゃないかなと思います。逆に言うと、ステーキングっていう仕組みがあるから、一気に、決済しないんじゃないかなとも言えるんですよね。だってステーキングで置いといた方が絶対得じゃないですか。決済したところで、例えば5000万決済しました。課税しました。それを、日本のどっかの銀行に入れといても面白くないわけですよね。だったら必要な分だけ毎年毎年200万300万400万ぐらいをちょろ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 ね、現金化した方がものすごく使い勝手がいいんじゃないかなと思うんですよね。まあプレセル組だったらステーキング報酬だけをどんどん出すことによってもうそれでやっていけちゃいますもんね。結構なもんですもんね。年間600万700万ぐらいになるでしょ、あれは。ということでしたね。カルダノエイダ、ほんとすごいなと思います。次回のエポック更新、また3日後に迫ってますよね。あっという間ですね。それじゃあ、本日もありがとうございました。